天下統一を狙いたい誠実デビー独眼流スタート。ワン、ツー、スリー、フォー。オールライトでぶっ飛ばせ。誠実デビー、今日は仙台、仙台といえばやっぱり、独眼流、伊達政宗、七夕祭り、そして牛タン。だがもう一つ忘れちゃいけないのが仙台のゴミ処理場だ。なんつったってあのゴミ処理場はすごいんだよ。ゴミを処理するんだから、ゴミを処理するんだから。ゴミってびっくりしねえかよ。たった一人、たった一人の人間からなんでこんな毎日ゴミが出るんだろうと思わない？一人の人間がこんなペースで出してんだから、日本全国の一日のゴミの量ってちょっとびっくりするような一個の島ができるんじゃないかっていうぐらい、まあ、そのゴミを処理してんだから。あの山の上の仙台ゴミ処理場はすごいんだよ。すごくないかい？まあ実は言うと何を隠そう、あの仙台のゴミ処理場は15年ぐらい前に俺が作ったんだ。仙台にしばらく、出張に来て、まだ俺が現場で働いてる頃かな、出張に来て、俺が作ったんだよ。でもあの時はね、雨が降って雨が多くてすごく寒かったよ。でも毎日朝早くから遅くまで働いて、この仙台のゴミのために俺は頑張ったんだ。まあ今回も頑張るよ。いや今回は頑張るところの話じゃない。もう激しく燃えて燃えまくれ。ザ・マルマ2013仙台、4月6日仙台バックスクエア、台湾が、仙台の ACDC ニングラーズ、それと仙台の木曜サスペンス、ザ・事件ズ。4月6日はゴミも青春が抱えるモヤモヤも大人が抱えてしまった何か真っ黒いものも、その全部含めて俺たちのマグマに投げ込むんだ。そしてロックで燃えてくれ。真っ赤にロックンロール仙台の体が震える。お前の女も震えてる。